ファンの皆様、本日はボートレース大村にご来場いただきまして誠にありがとうございます。それではただいまより昨年11月3日のレースをもちまして現役生活を引退されました長崎支部山口哲司選手の引退セレモニーを行います。それでは山口哲司選手の登場です。皆様大きな拍手でお迎えください。では初めに日本モーターボート選手会長崎支部の鶴光一郎選手と山口雄二選手より花束の贈呈です。鶴選手、山口選手、ありがとうございました。続きまして大村市ボートレース企業局局長馬場博之より花束と記念品の贈呈です。馬場局長ありがとうございました。それでは山口哲司選手より引退のご挨拶をお願いいたします。最終日最終レース終わったところでまたここに皆様お集まりいただきましてありがとうございます。昭和56年11月ここ大村でデビューいたしまして41年間大きな怪我もなく走りを終えたことにほっとしております。ここでは初優勝もさせていただき数多くの G1 走らせていただき叱咤激励いただき私の走る元気のもととなっておりました。これから、長崎にもどんどん若い選手が出てきてこのスタンドに負けないようなレースをしてくれると思います。長い間ファンの皆様ありがとうございました。山口哲司選手ありがとうございました。それでは以上で山口哲司選手の引退セレモニーを終了いたします。長きにわたってご活躍された山口選手を皆様どうぞ大きな拍手でお送りください。